はい、どうも、ゆたです。今回はですね、長野県にあるビーナスラインにちょっとやってきました。ちょっとね、本当はバンダイアズマスカイラインに行こうかと思ってたんですけど、横浜からもう5時間ぐらいかかるから、ちょっとね、しんどいなと思って、3時間ぐらいで来れるんで、ちょっとね、今日はビーナスラインにしました。で、ちょっとこれから、めちゃくちゃ景色いいんで、ちょっとね、走っていこうかと思います。こんな感じで、めちゃくちゃ景色がいい。で、まあ、LSD の鳴らしも兼ねて、ちょっとね、まったりドライブしようかなと思ってます。さて、行きますか。あ、こっちの右から行きたかった。なんか
けた。どんだけちょっと、どんだけ遅いんだけど、ちょっと早くなった。あ、いっこさんですか。いっこです。お、おざーす。ありがとう。看板読んでたのかな。あ、そう。P。お、すげえ、こういう P もあるんだ、止まれるのね。なんかこういう山の景色ってあんま見ないな。そうだね。なんかあの、花がない。関東の方になんかあんまりないね、こういうの。なんかあそこだけ赤いよ。登ってみたい。やっと下が見えるわ、ここで。うわ、すごい。すげえ上来たな。キノコ汁。茶屋だ。なんかめちゃくちゃなんかドリフトっぽいのが。茶屋だ。すげえ。茶屋こんなすごいね。何これ。全面通行止め。何？どういうこと？なんかいきなり道がちょっと走りやすくなってきたのね。
こういうところで写真撮りたいよね。いいスポットにちょっと泊まってみたんですけど、めちゃくちゃ綺麗。やばいこれ、すごいやばいなこれ。錆びれてんな。やってねえし。おい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 。仮設便利しかない。仮設トイレ。これはじゃあもう U ターンですかね。和田山。松本。美しが原って書いてある。和田山さんだ。ん？和田山さん。はい。あそこか。ど？あっちの美しヶ原のあっ、通行時のどっちやろ、これ
ら来たの、あっちの。やっぱ青いのが通行止めなんだね。俺ら右から来たんだよね。そうだね、そうそうそう。あのさ、牛伏山ってのポートの。抜けられない。松本の方に行くしかないと思う。結局向こう行ったら戻っちゃう。小葉林道